皆様こんにちは。今回は Android がフリーズして動かなくなってしまった時や、突然動きが遅くなったり反応が著しく遅くなってしまった時の一時的な復旧方法となる強制再起動の方法についてご紹介させていただきます。Android がフリーズしてしまったり突然動きが遅くなる原因は状況によって異なりますが、アプリを立ち上げすぎているために処理が追いついていない場合や、アプリやソフトウェアのバグなどの原因が考えられます。そのため今回ご紹介させていただく強制再起動が問題自体の解決になるわけではありませんが、一時的に Android を復旧させることは可能です。強制再起動で復旧させた後にフリーズの原因と思われるアプリを削除するなどの必要は出てきますので、ご注意ください。強制再起動の方法は Android の電源ボタンを長押しするだけです。長押し時間は10秒程度となるので、少し力を入れて押し続ける必要があります。長押しを続けると画面が暗くなり再起動が開始されます。画面が暗くなった時点で電源ボタンを離します。あとは起動するのを待つだけです。強制再起動は一時的に Android を復旧させる方法ですので、いざという時にだけ使ってください。以上、 Android を強制的に再起動させる方法のご紹介でした。